you
多摩美術大学美術館には3500点以上のコレクションが所蔵されています。アフリカ、ヨーロッパ、アジア、日本、中国、さまざまな世界各国の美術作品のコレクションを持っているんですね。さらに美術作品だけではなくて、古代の紀元前のものから現代アートまで非常に幅広い時代のコレクションを持っております。まさに古今東西の美術作品、そしていろいろなものを集めているというところが当館のコレクションの特徴になっております。美術館のコレクションというのは美術館のお宝なんですね。100年先、200年先、ひょっとしたらもっと先の未来まで私たちが未来の方、人たちに受け継いでいくためのお宝なんです。学芸員のお仕事はその大切な大切なお宝を守っていくことも お仕事の一つなんですね。でもただ守っているだけではなくて、その作品をたくさんの方にお披露目する機会を作る、展覧会作りをすることも学芸員の大事な大切なお仕事です。なので今回多摩美術大学美術館コレクション展創造のマテリアルという展覧会を開催しておりますが、この展覧会では美術館の大切なお宝を多くの人にご覧いただける機会になっているかなと思います。コレクション展を作るときに多摩美術大学美術館のコレクションの強みだったり魅力を伝えたいというところが最初にありました。そう考えたときに現代アートだけではなくて古い時代のものを幅広く見せていきたいというふうに考えました。アートという概念ができるずっと以前のものも所蔵されています。アートという言葉のこう意味の中には、料理術、説法術、医療術など美術という以外の人間が生きるために必要な技全般を指していた言葉だったんですね。なのでアートという概念イコール美術、アートイコール美術という概念を一旦解きほぐすことによってものづくり、人間が何かを作ること、創作することの根源的なものに迫ることができるのではないか、それを古代から現代までの美術作品だったりものをお見せすることで辿っていくことができるんじゃないかと考えたのがきっかけでした。水木金土という水、木、土、金属という4つのマテリアルをこの展覧会では取り上げています。こちら4つの素材は人間が生まれるずっと前から地球上にあった自然の産物ですね。なので人人類の歴史と歩んできたすごく密接な関わりを持ってきた素材を今回取り上げることによって、私たち人と素材の密接な関わりを考えることができるのではないか、見つめ直すことができるのではないかと思いまして、今回水木金土という4つの素材に着目しました。私が担当したパートは水のマテリアルになります。今回の展示はこの美術館にいる4人の学芸員がそれぞれのお部屋を担当しました。水のパートの見どころは2つあります。1つが五感で感じるです。今回の展覧会の創造のマテリアルという創造というひらがなには2つの意味が込められています。1つがクリエイト、何かものを作ることの創造ですね。もう1つがイメージする、イマジネーション、考えることの創造の2つの意味があります。水のマテリアルでは目で見たものだけではなくて、目で見た時に例えば水の味だったりとか雨の音だったりとか海の波の音だったりとか、さまざまなこう五感で感じてきた水の思い出と結びつけながら水のイメージを膨らませて想像してもらえると嬉しいです。2つ目の水のお部屋の見どころは、この展覧会のタイトルにもある見つめる、考えるというキーワードからさまざまな角度で作品を見てもらいたいなと思います。今回の展覧会には絵画だけではなくて立体作品がたくさん展示しています。
立体作品は見る覚悟によって見え方や作品の印象が全然変わってくるんですよ。なので皆さんも立体作品を近づいてみたり離れてみたりぐるっと回ってみたり、あとは座ってみたりして、いろいろな角度で自分だけのベストアングルを探してみてください。作品をよく見つめることで様々なことが想像が膨らむと思いますよ。今日はキティちゃん美術館に来て展覧会をゆっくり見てくれてありがとうございました。また遊びに来てください。